こうだな、はい、じゃあやりますね、1曲目からちゃんと。はい、I'm sorry.
ただいてありがとうございます。縁も竹縄となってまいりました。我々はこう2人組で、あれです、2人組でですね、2人組で打ち込みのなんかメタル的な歌謡曲的なことをやっております。今やったのが1曲目が、あの雨音はショパンの仕立て の、 あの、ね、小林あさみさんの歌。そうそう、あガゼボとか、ね、ガゼボとか、ね、そうそう、あとあんたちゃんねあともう一個はマジョランっていうバンドのね曲がありまして、はい、すごいマイナーな曲ですけど、そういうあのもう50代オーバーの人そういう感じでやってます、はい、でさっきあの生ハゲさんと対話するの初めてなんです。すごい光栄です。ちょっとさっき泣きそうになりました。憧れの人、いつかいつか会いたいと思ってね。メタルスターみたいな感じですか。でもちょっと東北ではないんですけどね、二人とも北関東で、あの群馬茨城からとか、そう、はい、今日も今日も一緒ね、今日も茶飲んできました。群馬一緒ね。ああ、そうか、日村が出たから。あじゃあ次ですね、ファイブエクスのカルメマキさんですね。おーこの曲と、あと、カツラギクさんの、そうですね、2曲続けてやります、はい、いいですか、はい、